日本最古の温泉ともいわれる愛媛県有数の観光地、道後温泉。今日、平日でもこのにぎわい。しかし、旅館ではある悩みが。人手不足の問題が、まあ、永遠に課題としてありまして、やむなく夕食を排除して、団長の思いです。コロナ禍で減った宿泊客と従業員。その後、客はコロナ禍前の水準に戻った一方、人手は足りず、夕食付きプランの数を3割ほど減らしているといいます。ホテルで食べられないとなると、観光客は外に行くしかありませんが、飲食店も同じ悩みが。愛媛名物、鯛めしのお店。ここにいないときは、キッチン一人、ホール一人、ツーオペです。営業時間に影響も。2時半ラストオーダーなんですけど、2時ぐらいに受付終了したり、せっかく選んでくれたお客さんに対しては申し訳ない。こちらのカフェは開店後およそ30分でほぼ満席。うわすごいよ。プルプルしようよ。外国人観光客にも人気ですが、人手不足が深刻だといいます。ドリンク作れるだけでもいいですし、お客様に料理を持って行ってくれるっていうだけでもいいので、すぐに1回でも2回でも入れるんだったら入ってほしい。解決の一手になるかもしれない取り組みが今日始まりました。全国各地のさまざまなお店の求人が今後続々と公開されていきます。空いた時間に働く隙間バイトサービス、メルカリハロが今日から全国展開。先月から首都圏を対象にすでに始めていて、登録者は250万人以上。10代から60代まで幅広い世代が利用し、およそ3割が会社員と掛け持ちで利用する人も多いスキマバイト。皆さん、やったことありますか？ 5、6回ぐらいやったことがあります。飲食店の食器洗いをやってました。スキマバイトの魅力は日払いで、それがいいなと思って、やったことないお店で1日だけ働けるっていうので、すごい楽しかったです。利用するのは学生だけでなく、主婦も。子供がいる年代、2時間3時間でも、じゃあこの時間だけ行きますねみたいなことができるっていうのはありがたい。飲食店で開店前の仕込みだけ隙間バイトをするといいます。旅行先とか今観光地が結構人手不足なんですよ、ホテルとか。推し活のために行った先でありですよね、多分推し活されるお母さんたち。ちょっと今回グッズ買いすぎちゃったちょっと隙間でバイトしようってありですよね。すでに導入した観光地もあります。神奈川湯河原でおよそ90年続く温泉旅館。このくらい3月はとても活躍していただきました。先月の隙間バイトのシフトがずらり。募集画面には、湯の里湯河原でキッチン補助のお仕事をしてみませんか。実際に働く様子がこちら。忙しい夕食の時間帯に調理場で洗い物をする男性。先週末、別の仕事で湯河原を訪れたついでに2時間半働いて、お給料は3500円。
旅館側が助かるだけでなく、プラスアルファで働くためだけではなくて、観光したり遊んだり、その一環として 2,3 時間の間をお仕事に使ってくださったみたいで、そういう隙間時間の活用があるっていうのはもう驚きでした。これまでの利用者では家族3人で訪れ、午前にお父さんが子供と公園で遊ぶ間、お母さんは隙間バイト、その後みんなで観光へ。美大生が午前中だけ働き、午後は箱根に行ってスケッチをして帰った例も。隙間バイトは人手不足解消の鍵となるでしょうか。